はじめまして、こんにちは。片付けオンラインの長島と申します。今回はですね、僕の方でですね、動画の方を見ながら、解説など、いろいろお話ししていきたいと思います。今回はですね、 7LDK の一軒家となっております。当時はですね、ご家族4人で暮らしてらっしゃったみたいなんですけれども、現在はお母さんお一人になられたということでですね、こちらのうちは取り壊しをして、息子さんと2人でこれから生活をしていくということでですね、お片付けのご依頼をいただきました。はい、ということでですね、はい、このお部屋はすごい段ボールの量でしたね。とにかく段ボールから中身を出して取り留めなく置いていって、このような状態になってしまったと。隣の部屋もすごい段ボールの量ですね。これ確か半分ぐらい空段ボールでしたね。左の障子がすごい破けてますね。そう、猫ちゃん飼ってたみたいですね。こちらの部屋は、そうですね、ある程度まとまってますね。ご依頼者様が、そうですね、前もってまとめてくださってたみたいですね。この部屋は真っ暗で何も見えないですね。電気がつかない部屋でしたね。こちらは台所ですね。台所は結構なレベルでしたね。ここまでなるのはなかなか僕もあまり見ないですね。続いては2階ですね。はい。2階は、まあ、息子さん、娘さんのお部屋でしょうね。こちらは、物はそこまで多くないんですけれども、どこか散らかってるような印象ですね。こちらの部屋も、とても古めかしさを感じますね。はい。今回のご自宅はこのような形になっております。行ってみよう。今回も始まりました。今回のご自宅の一番最初の部屋ですね。これも持ってたね。アトム君の方で今、布だったり材質だったりそういったものを運び出してます。本日、営業の小松はですね、足を負傷したために、撮影係を任命されております。とりあえず今一般廃の業者連絡、一般廃棄物こっちの一般廃の業者に、ね、連絡ついたので、状況に応じて、廃棄物業者は手配しております。小松くん今回ね、足を怪我してしまっていてですね、松葉杖をついてるんです。ただの、ね、痛風なんですけど。あ、ワイハだな。これワイハワイハってなんだ。ハワイのことだよ。ワイハそんなことも知らないの。ワイハって呼ぶんですか。そうちゃうよ。知らねえの。やだやだ。一人青いみたいな。クリス、ワイハ、ワイハ。ワイハってことか。ハワイのことをワイハーって言うんだよって、知らないのって、小松くん責められてますね。かわいそうですね。みんな年上の従業員さんなんでね。あ、これは僕が大好きな持ち上げ方で、ぜひ巻き戻して見ていただきたいですね。マユイさんどうですか、こういう仕事してみて。缶に、瓶に、可燃物に。ああ、その分別が偉いってことですか。分別が大変ですね。鍵類はあれだな、ちょっと大変だ。やっぱり分別大変ですか。大変だね。細かいですね。細かいですね。いや、別に普通にやってることには大変じゃない。おお、アウエイさんの方から来た。なんでそれさっき撮ってる時に言ってくれないですか。なかなか作業中にパッと急に聞かれてもね、いいコメントを言うのっていうのはなかなか難しいですよね。今アキノ君の方で中身入りを出してます。水道が詰まらないように、液体以外のものもありますので、水道の方が詰まらないようにザルなんかを、ね、使って中身の方出していきます。そうですね、古い液体は中身が腐ってる可能性が高いので、必ずザルなどを使って中身を出していきます。
だいぶ入り口の方片付きましたね。分別がね大変だってさっきも2人ともおっしゃってましたけど、まあそこが僕たちの仕事のメインなわけですよね。本当にその分別の種類の多さだったりとか分別の厳しさっていうのはもう年々ね厳しさが増していって、まあ、僕たちもそこに関してはとても感じていて、正直このままどんどん、ね、厳しくなっていくと、ご自分で分別して片付けるっていうことができない人がねもうどんどん増えていってしまうんじゃないかなと思ってますね。あずしも村の人でした。こうやってあずし桃山時代のものが出てきたってさっきおっしゃってましたけど、こういう風にね昔のものが出てきたりするとですね結構ね楽しかったりするんですよ。僕自身はねあまり昔の歴史だったりとかあまり興味はないんですけれども、従業員さんたちはねとても喜んでますね。あんた飲んでるわ。壁入ってる。ん？壁入ってる。壁入った。壁入ってる。へぇ、ね、壁入ってる。開いてなくても壁が入るわね。すごいな。だってこれ真空かなんかしてあるわけだな最初は。そうじゃないと参加しやすいもんね。そうだな。そうなんですよね。未開封とはいえど、すごい小さな空気口は開いてますし、真空パックでもない限りですね、袋とか瓶とかの中の空気が気温差で結露して、時間差でカビは生えてしまいますね。あ、小松くん、痛々しいですね。あ、見てます。痛風相当痛いみたいですね。これ、すごいなぁ。猫飼ってたんですね。今この部屋の段ボールを作っております。綺麗なものと汚いもので分けて、古紙のリサイクル、出せるものは、古紙のリサイクルに回します。汚れてしまって出せないものについては処分の方をしていきたいと思います。ここはひたすら段ボールの方は畳みながら、中を分別しながら搬出の方をしていくという、まあ、早送り映像ですね。しばしご覧ください。こちらのお部屋はもうそろそろ終わりますね。床が結構ひどいことになってますけど、まあこちら取り壊しなので、この状態で解体業者さんに引き渡しを行います。燃えるゴミは、パッカー車に積み込んで、圧縮の方をしていきます。小松くん搬出映像コレクションでした。はい。あ、この空のアングル本当にいらない。なぜこのアングルで撮ろうと思ったのかがとても気になります。行ってみよう。小松くんのカメラチェックですね。ヘビ気をつけてくださいね。ヘビ気をつけてくださいねって言われてもさ、ドクタービルとかなんか痛いね。全然聞き取れないですね。固定カメラだとね、もう声が聞き取れなくて困りますね。はい、これからまた早送り映像ですね。ご依頼者様のお話によるとですね、台所で蛇が現れて、蛇を見てからですね、怖くて近づけなくなってしまって、台所に近づけなくなってしまって、かなりの年月放置されていたと。で、そういった理由から台所はこのような状態になってしまったようですね。まあ、順序で言うと、このような状態になってしまったから、手から蛇やネズミなどが現れるようになったと僕は思うんですけれどもね。
取り壊しなのに掃き掃除をしている理由はですね、基本的には、解体業者さんに引き渡すときに、中のものをですね、木だけの状態にして、引き渡しています。なので、解体する際にですね、いろんなゴミが混ざらないように極力僕たちの方で取れるものは取って、引き渡しをしています。こちらは食器棚から食器を出してますね。食器などは基本的にはリユースに回しますね。リユースというのは、溶かしたり粉砕などしないでですね、そのままの状態をで、再利用することをリユースと言います。7年間も放置してしまうとこのような床になってしまうんですね。ちょっとびっくりですね。小さな声で小松くんがよっしゃとおっしゃってますね。このような形でこの部屋は終わりとなります。すいません、私小松またまたやってしまいました。鬼会のですね、映像なんですけれども、お片付けするものとするとですね、木と、燃えるゴミ、処分するもので分けていたんですけれども、私のですね準備が遅く、2階の作業がもう終わってしまいました。申し訳ございません。なんでちょっとこれからですね、作業風景ではないんですけれども、2階の方ですね、ちょっと見ていただきたいと思います。この後解体があるということで、木製品の方は残してあります。このような形で2階の一部屋と、ですね、こちらの方も、ベッドだったり木製品の方は残っております。最初の、状態と比べてみていただけるとさほど変わりがないと思うんですが、そのような形でですね、もう片付けの方は2階については終了してしまっております。作業風景を載せられず申し訳ございません。では引き続きご覧ください。はい、そういうことでですね、 7LDK のお片付け、これで終了となります。最後に全体映像をご覧ください。実はですね、よくテレビとかでやっているような家庭ゴミが散乱しているゴミ屋敷よりですね、こういった古いお家で物がたくさんあるような状態のお家の方が、一般的なあのゴミ屋敷よりですね、作業の方は全然大変なんですね。分別する種類の量がもう全然違うんですよね。はい。基本的にはこちら取り壊しなので、残っているものはほぼ木だけの状態となっております。はい。これからもですね、見てて楽しい片付け動画を目指して、いろいろな形で皆様に お届けができるように、日々努力していきたいと思っております。片付けオンラインの長島でした。キッチン台所ですね、ここ。そうですね、接待何かっていうのはこれも台所だなんですけど、行ってみよう。え？